トルからも分かるように大衆受けするポップなネタと見る人が見れば大受けする尖ったネタの1本ずつを芸人さんに披露していただきます。ずっと彼氏いないじゃん、うん、そしたら友達がね、じゃあ合コンでも行って彼氏作ればって。いいじゃん。でも私合コンなんか行ったことないから不安でさ。だったら私が合コンでのモテるテクニック、モテテク教えてあげる。何それ、超聞きたい。一杯目からビールをグビグビプハーって飲んでたら、あ、いい飲みっぷり、なんか CM の女優さんみたい、可愛いって思ってもらえる。みなこ全然分かってない。私みたいな女がでっかいジョッキで一杯目からビールグビグビプハーなんてやってたら、周りのメンズに私どう思われる。どう思われる。女海賊だと思われる。樽で行くと思われる。樽で行く、店ごと行くと思われる。店ごと。だったら分かった、男の人の話を聞くとき。どういうこと。ぐっと顔近づけて上目遣いで、うんうん、そうなんだ、知らなかったって言ってたら、俺の話聞いてくれる、いい子って思ってもらえる。みなこ全然分かってない。なんで私みたいな女が顔近づけて上目遣いで話なんて聞いたら、相手のメンズに私どう思われる。どう思われる。顔だけの生き物だと思われる。どういうこと。カービィだと思われる。カービィ。起きてください、ちょっと起きてください。まずいな、もう朝か。朝かじゃないですよ。何してんすか。ダイヤってね、勝手に人んち入ってくんじゃねえよ。いや、ここあんたのお家じゃないよ。何言ってんじゃん、ここは俺んちや。ここキリンの檻だよ。びっくりした、びっくりした。朝来たら知らないおじさんキリンの檻の中で寝てるから。何してんの。おまわりに話す義理なんかねえんだよ。飼育員だよ。あ、だったら話は早いや、うん、おっちゃんはよ、今日からここで飼育してくれ。あ、そう、看板作っていくよ、看板な。ここに田村芳雄51歳小本さんっていうやつを押すってよ。ホッピーラッキョーでパイナップルが大好き、時々セブンスターとトースポを投げ入れてくれたら喜びますってよ。これ完璧だ。おやすみなさい。もう朝か。今ユリって言ったよね。やっぱやっぱりまだユリさんのこと忘れられてないんだ。いや、お前そんなんちゃうとほんまごめんって。どうせ私に内緒でまだ連絡だって取ってるんでしょ。取ってへんよ。じゃあもし携帯見ても平気。じゃあ見たらいいよ。連絡取ってんじゃねえかよ。ちょ、ごめん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 。なんで。ごめんごめんごめん。え、なんで見ていいって言ったの。自信満々に言ったら見えひんと思った。バカじゃないの。ほんまごめん。まさか会ったりしてないよね。それはない。いや、やりとりみたいな普通のやりとりしかしてなかったよ。信じられない。あ、じゃあいいよ、元カノに電話して直接聞き。むっちゃ疑うやん。急にすいません、たけしの彼女ですけど。もうたけしと最近会ったりしてないですよね。失礼しますって。会ってんじゃねえかよ。ごめんごめんごめん。会ってんじゃん。もうごめん。もうはぁ、ほんまにかける。いや、あんたがかけていいって言うからでしょ。ほんまに謝りたい。だから謝れよ。こんなしょうもない俺の過ちで、僕たち二人が育んできた愛に不甲斐ないことをしたことを謝りたい。謝れよ。謝りたいのは分かったから謝れよ。数々の二人のメモリーに、俺がやったこんなくだらんことで傷つけてしまったことを詫びたい。詫びろよ。こちゃこちゃ何言ってんだよ。おい、新しいゲームを考えてきました、はい、お客さん。あらららら。その名も、はい、イメージでパンパンゲーム。説明またむ、説明またむ。どないしたん。ちょっと不安定なんですよ、情緒が。例えば僕が車って言います、車、はい、でパンパンって手を叩きます。手を叩くのね、はい、うん、そしたら岩橋くんは車に関するイメージを言うんです。イメージってどういうこと。例えばタイヤとか、ね、あ、そういうことね、うん、クラクションのプップーとか。ちょっと連想ゲーム的なことかな。あ、そう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 。ちょっとやってみよう。いきますか。はいはい、お願いします。いきます。はいはい、
イメージイメージパンパンパン野球あちょっと待って、パニックです。叩かれてんやんか。今の何？いやこれから始まるから。いやそれから始まらん方がいいよ。で100分言ってそれから始まるんだとしたらそれから始まる旨を言わないとこれ喧嘩になっちゃうからでしょ。あそれやめようや。なんか叩くとかなんかイエーイとかで行こうや。あイエーイにする。うん後で4発ねお願いします。すいませんすいません。イエーイ、野球パンパン、カキンガムパンパン、クチャクチャウサギパンパン、ピョンピョン犬パンパン。俺が守るから。ごめんなさい、すいません、すいません。ご飯気になるわ、お前何してんだよ。